はい、どうもこんばんは、今日なんですけど、っていうか、2024年の、1本目の、動画になります。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。この挨拶いらないですよね。長いし聞き飽きましたよね。あと去年も言ったと思うんですけど、年賀はがきとかってあれ嬉しいもんなの、もらう側って。っていうか書きます？僕何年も書いたことないですよ。はい、ということで、今年も、まあ、2024年も、よろしくお願いします。で、今日なんですけど、まずはじめは、ゴキブリ、数名紹介しようと思います。こちらです。ね、12月31日大晦日にね、お疲れ様です。ネットで、有名な年押し、ヨシキアンチの代表は、この辺か、オンリーユーがちゃっかり、ヨシキを見ていて笑った、叩くために見てるんでしょって。何度説明すればわかんの。俺年知らないって言ってるじゃん。でさ、年もツイッターでさ、何日か前にトレンドに上がってたよな。で、ルナシーは12月の30日、31日の 2days で、ね、年越しあったでしょ ?31 日。で、その2、3日前から、まあ、トレンドに上がってたのは知ってるんだけど、全然じゃん。数字取れないじゃん。だから俺紹介してないの。結局、クソジジイがさ、紅白出演と、その後に、ヨシキチャンネルの宣伝してたじゃん。だから、クソジジイに持ってかれんの、結局は。もうルナシーもそのトシヤラも。そう。だから俺紹介してないっていう。俺さ、思うのは、ラスティーアイズとかって今歌うの。ラスティーアイズとかさ、ストレンジャーインマイラブとか、ランニングワイルドとか、歌ってくれんのかな。はい、ということで、で、まあ、せっかくなんで、まあ、ルナシーで、事件が発生しました。こちらですね。いつでしたっけ、12月の十何日にもあったと思うんですけど、撮影でなんかあーだこーだみたいな、ね、揉めてたらしいですよ。で、今回のやつは、これちょっと長いんで、下だけ読みます。マザーで、動画撮ってたクソババアがいたから、連れ出して責任者のスタッフに立ち会わないで、動画削除させた、外にいたからイノランやジェイが最後に何を言ってたかわからんっていうポストになります。はい、皆さんどう思いますか？僕はこいつ頭悪いなと思いますよ。女性の方なんですけど。やたらさ、気持ち悪い熱い正義感持ってるやついると思うんだけど、ねえ、ほんと警備員かスタッフにあれ撮影してますよみたいなね、ちょっと注意してくださいぐらいでよくね、わざわざさ、こんな出てってね、よく揉めなかったよね。こんなクソババってね、書いてんだけど。頭悪いな。で、結局さ、こうやって最後に、ね、外にいてからイノランやジェイが最後に何言ったら、そりゃそうだよな。お前がこんなバカ相手にしてるからだよ。お前が悪い。はい、ということで、まあ、ルナシーも悪いけどね。前も言いましたけど、ね、撮影ありなのか、ね、一切もう携帯は電源も落としてくださいか、もうどちらかに分けるしかないんですよね。だからこういうわけわかんない正義感が強いクソババアが現れるんですよ。はい、ということで、次は、これツイッターからですね。はい。登録者数なかなか伸びないな。見ていて少々かわいそうな。ね、登録者数伸びてないのに見ていただいてどうもありがとうございます。なんかこれもさ、登録者数はどうでもいいの。だって視聴回数が収益になるんだよ。登録者数が何万何十万いてもさ、動画上げなかったりね、再生数回らなかったら収益って低いの。だから俺登録者数は何人でもいいって。こういう人って、あれかな？一本動画上げると、数百人とか数千人とか伸びると思ってんのかな？で、下は、無職、素人の老人、一人で湧いてて面白いっていうことなんだけど、お前自分のこと言ってんの？違う？だってさ、お前のツイッターを見たんだけど、これでしょ？これ。お前これだよな、こいつ。素人の、これだよな。ね、俺の引用してんだけど、これだよな。プロフィールから、こんなやつ。フォロー中5人、フォロワーが1。でさ、誰からもいいねつかないんですよ、こういうやつって。ね、気持ち悪いわ。だから俺にかまってほしくて、なんか書き込んだ。で、何？このアカウント、あと1個あんの？これ？
これでしょ、これもおかしいんですよね。フォロワーが781いるじゃないですか。781いるんですけど、いいねがつかないんですよ。あ、いいねついてるのは、人のを、まあ、引用してる、もしくはリポストしてるやつなんですよね、こいつ。そう。いいねがつかないんですよね。ほら、700とかもいるのに。ね。ね。俺思うよ。自分のことですよ。ね。どう？年明けて、一人ぼっちでさ、ね。一人が悪いっていうわけじゃないけど、金があればさ、遊びに行ったりね、出かけることできるわけじゃないですか。物買うことも。お前それすらもないんでしょ。だから、ね、俺みたいなやつになんか嫉妬してんのかな？書いてやろうみたいな。かまってくれんのかなみたいな。取り上げてほしいみたいな。気持ち悪いわ。はい、ということで、ゴキブリ数名の、紹介は以上になります。で、次なんですけどドラムですか。ドラムの質問、はい、こちらですね。何歳から、ドラム始めたのですかっていうことなんですけど、初めて、ドラムセットを買ったのは、親に買ってもらったのが中2ですね。中学2年の時に、買ってもらいました。で、実家にいた時はスタジオに入ったことなんか僕ないですよ。じゃあドラムはって、動画で何度も言ってるんですけど、会社やってたんですよ、親が。そう、親が会社やってまして、3階建てです。で、3階にドラムセットを置いて叩いてたんですよ、昼だろうが夜だろうが。クレーム苦情ですか。来ないですよ。周り田んぼと道しかないですもん。人いないですから、ど田舎なんで。でも、そんな熱心には僕やってなかったんですよ。どちらかというと、部活の方が楽しかったんで、バスケットやってたんですけど、そう、部活の方が、忙しいわけじゃないですか。そう、だからドラムは、そんな、毎日触ったり、ね、熱心にさ、はやってなかったですよ。で、次は、ドラムの知識ゼロだから、違いがわからない。つまり、ほとんどのファン、好きなバンドの、クオリティなんで分かっていないわ、顔でしょっていう。で、ドラムやってないけど何をどう騙しているかわからん。本当にラスティネイルのドラムは大体オンリーユーさんが叩いた通り、もう一度ヨシキになる。そもそもその曲、あ、ラスティネイルですね。ラスティネイルは8ビートですよ。ね、簡単だって書かれてるんですけど、確かに簡単っちゃ簡単なんですけど、ラスティネイルの8ビートはテンポが速いんですよ。あ、どれぐらいかって。ですね、便利なものがあります。はい、このメトロノームってあります。これぐらい。これがイントロとサビぐらい。ラスティネイルの。速くないですか ?150 って、ね、そこそこ速いですよ、これ。で、本来はというか、楽譜はこれなんですよ。楽譜はこれなんですけど、クソジジイは2ビートで叩いてるんですよ。2ビートで、ですね。95ぐらいですか？こんなもんすか？こんなもんす。僕ツイッターで上げてるじゃないですか。これぐらいっすよ。で、叩いてるっていう。ね、明らかに、8ビート、2ビート。もう何を言ってるかわからない方も、音が少ないじゃないですか。ずっちゃ、ずっちゃ、ずっちゃじゃないですか。ね、楽なんですよ。これで叩くと。遅いし。はい、そういうことです。で、これでも、説明してもね、よくわからない方がいらっしゃるかもしれないんで、はい、こちらをどうぞ。ありがたいことに、楽譜がありました。で、これを見て、ね、もう3つあるじゃないですか。一番上が、イントロです。これが、単純な、8ビート。まあ、基礎中の基礎ですよ、これ。これ何かよくわからない方がいらっしゃるか、説明しますか。はじめに、なんか、バツにさ、こんな音符書いてあるじゃないですか。ラスティネイルのイントロって、ハイハットを、シャンシャンシャン、ダーンって叩くじゃないですか。ね、クラッシュシンバルを同時に叩くと思うんですけど、それです。そう。それです。で、次に、あ、下になんかこんななってるじゃないですか。下は足です。そう、全部バスドラです。で、次が、なんか、バツに、ね、バツにこんな音符ついてるじゃないですか。バツに音符。バツに音符は、ハイハットとスネアを同時に叩くっていう。だから、ジャーンジャーンみたいな。はい。こんな感じ。シャンシャンシャン、ジャーンジャーンって感じです。で、そこから8ビートに入るっていう。そう。このバツは、バツと丸あるんですよ。で、このバツっていうのは、ハイハットは踏まないと開くんですよ。そう。足で踏んでると閉まります。この閉じた状態で叩きましょうっていうことです。そう。このバスは。
そう、丸だと、まあ、オープン、ね、開いた状態で叩くっていう。はい、これで、わかりますよね。タッ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 。そう、このテンポです。あ、この、まあ、先ほどの、まあ、150ぐらいのテンポです。これが、ダスティネイルの、イントロと、サビの部分になります。で、まあ、先ほど出したと思うんですけど、そこそこ早いです。で、真ん中が、A メロって書いてあるじゃないですか。まあ、歌詞入るところですよ。A メロって。で、これ A メロって、ハイハットの16ビートなんですよ。タタタタタタ、まあ、要は連打みたいな。連打、そう、16部で刻むんですけど、わかりやすいのは、一番下見てもらえればわかると思います。ずーっとなんかハイハット、ダーって並んでるじゃないですか。こんなダーって。そう、これ16部で刻んでるんですけど、ダスティネイルの、はじめの A メロ、B メロとギターソロ後の A メロ、B メロに戻るんですけど、違うんですよ。そう。この下のやつが、ギターソロ後の、A メロ、B メロになります。そう。連打で、そう。だから連打でいいんですけど、はじめの、16ビートっていうのは、なんか、間あるじゃないですか。叩き方として、馬の足音ってわかります？タッタカ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 って。そう。普通は連打なんですけど、2発目外してるんですよ。タッタカ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 っていう。そう。これちょっと複雑というか、はい。これで刻むんで、クソジジの場合、クソジジの場合は、まあ、16なのかね、4なのか知らないですけど、適当です。そう。簡単そうに見えるかもしれないですけど、これね、アップダウン奏法ってマスターしてないと、なかなかダスティネイルのテンポの、8ビート、この16部で刻むのはできないんですよね。そうですよ、本当に。だってそこそこ早いですもん。クソジジイさん、なんかやたらこう言って動いてるじゃないですか。で、あんなことできないですから。で、嘘だと思う方は、ラスティネイルを叩いてる方って、ね、腐るほどいると思うんですけど、みんなさ、背筋ね、伸ばしてまっすぐでさ、前にも言った通り、ドラムとの距離がさ、めっちゃ近いわけじゃないですか。ね、間違えないようにか、なんか間違ってたらさ、日本人真面目なんで、ああ、楽譜と違うぞ、みたいな、なんか指摘されるじゃないですか。まあ、それを恐れてなんだと思うんですけど、まあ、プロの、ね、日本人のプロもね、みんな真面目だよなとしか、僕は思わないですよ。ただ、まあ、楽譜とは違いますよ、みたいな。で、違ってても違和感はないんですよ。ね、僕にコメントくれた方いらっしゃると思うんですけど、だって僕、ライブ映像ですよ。ラストロックスターズさん。そう、ラストロックスターズの、ついこの間ですよ。そう、ついこの間の日本公演の、そう、小人が歌ったやつ、こんな感じでしょ、みたいな。そう。で、僕はツイッターに載せてるっていうことになります。で、最後なんですけど、こちらですね。皆さん見ましたよね？紅白。どうでした？僕も、まあ、ツイッターに載せたんですよ。ツイッターに載せたっていうのは、もともと見る気はなかったです。見る気はなかったんですけど、起きたんですよ。9時ちょい過ぎぐらいに起きまして、そういえばクソジジイの出演って22日以降だったなと思いまして、まあ、それで準備するわけじゃないですか。まあ、とりあえずね、エンドレスレインというかさ、初めにね、どうでもいいトークが入って、こうやって撮ってたんですけど、うわ、腕痛いわと思って、三脚用意しようと思って、そう、それでガサガサガサってちょっと音聞こえてたと思うんですけど、はい、そんな感じで、まあ、見ることができましたっていうことで。ひどいよな。いろいろ言いたいことがあるんですけど、まず、誰も突っ込まない、ここ。テロップ被ってるから、これ編集マンの方。ね、これ気づいたか知れちゃうかじゃないですけど、歌詞とさ、メンバーも違うわ。ね、これ被ってるから。こんなんないからね、普通。でさ、11名ですよね。上条とかさ、なんか、誰だっけ？上条とバンダナの間にいるさ、なんかプラテリのなんかわけわかんないやつとかさ、カメラで抜かれないからね。ですよね。あと、ビストリックだっけ？ね、あの辺とかもさ、カメラは映んないわさ。でさ、クソきついに言いたいのは、ボーカル、かわいそうじゃない？清春さんやら、松岡さんやら、小人はどうでもいいとして、声出ませんよ。
ねえこれでさ、よくポストでツイッターでね、感動して涙が止まりませんとかねハイノさん、ヨシキさん、ありがとうございましたみたいなポスト書いてるクソババア信者がいるんですよ俺さ、忘年会もしくは新年会のね何悪ふざけだと思ったよ、こんなのねえ会場にね、いらしてた方で誰一人いないんじゃないですか、出演者全員の、フルネームで、まあ、名前と所属のバンド誰も言えないと思いますよ、全員ですよね。クソジジイぐらいしか知られてないでしょ。はい、っていう感じになりますね、クソジジイはね、今年もね、何か動きがね、あると思うんでね。あ、その後の忘年会ですか。あ、あとこれでした、これ忘れましたね、ヨシキチャンネルをご覧になられた方もいらっしゃると思います言いたいのは、俺がね、クソジジイに700円払うわけねえじゃん。70円でも俺払わないからなんで動画を見るのに金払わないといけないの。あ、じゃあ僕どうしたかって、あ、XY がティアーズ歌ってたんですよ。ピアノと、名前わかんないですけど、そう、ピアノとボーカルで、ヨシキチャンネルでティアーズ歌ってたんですけど、あれは、俺映像もらったの。そう、いただいたの。そう、このチャンネルをご覧いただいてる、ある方から。どうもありがとうございます。そう、で、その方っていうのは、クソジジイのファンではないの。そう、クソジジイのファンではなく、ちょっと戻りますか。で、この中の、どなたかのファンなんですよ。まあ僕はもちろん知ってるんですけど。例えば、まあバンダナのファンだとしよう。バンダナのファンで、紅白後に、ヨシキチャンネル放送するって、もう宣伝されてたじゃないですか。で、そのために、メンバー、そう、メンバーシップに登録したらしいんですよ。そう。で、見て、もう面白くねえ、みたいな。もう今回で解約します、みたいな。そう、だったらしいです。だから、僕は映像をいただいたって、もらったっていう。それだけです。ね、あと、ツイッターにさ、信者で、ね、有料なのにさ、映像を載せてるやついるよな。ヨシキチャンネルの。いいのこれ。なんか消されてないんだけど。これ違反なんじゃないの。そう。だから俺は、写真で、そう、静止画で載せたっていう。まあ、それだけのことになります。はい、っていう感じで、これ去年からちょっと言うの忘れてたんですけど、ここ最近ツイッターで、僕のことフォローしてくれる方多いですよね。あと、ね、コメントもね、書いてくれたり、いいね、もつけてくれてる方多いと思うんですけど、どうもありがとうございます。得体の知れないアカウントってあるわけじゃないですか。初期設定の、上の部分、青色とか、そう、初期設定のなんか得体の知れないやつ。で、何もポストしてませんみたいな。で、ここ最近作られたみたいな。2023年、2024年とか、ね、うさんくさいアカウント。以外は僕フォローするんで、ね、皆さんなぜ、フォローしてくれてんのか知らないですけど、どうもありがとうございます。はい、それだけ言おうかなと。ね、いろんな方がいらっしゃるんですよね。ね、まあ出さないですけど、まあ読んでてというか、プロフィールを見て、いや、なんか、かわいそうな方。かわいそうってバカにしてるわけじゃないですよ。バカにしてるわけではなく、ああ、こういう方もいらっしゃるんだ、みたいなね。まあ、これでも人の心を持ってるんで、僕は。はい。ということで、2024年も、まあ、よろしくお願いします。あ、クソゴキブリだもん。ね、見なくてもいいよ。何でもいいけど。そう、見てもいいけど、俺頼んでないから。ね、見てください。登録してください。ツイッターもそうなんだけど。そう。見たいやつだけ見りゃいいからね。はい、っていうことで、皆さんまたよろしくお願いします。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。